え、ちょっと待って、え、それ寄付しちゃったんですかみたいな。はい、おはようございます。はい、おはようございます。今日はちょっと特別番組ですね。はい、あ、すごい綺麗あの、少し人が集まるのに時間かかるのでもうちょっと待ってくださいね。人集まるんですか？はい、何百人かは来る予定ですけども。あ、どこに流れですね。はい、どこに流れるんですか？ですね、あの、インターネットに流れるんです。インターネットに流れるんですね。はい、それを開いて先生のところの見ることできます。ね、はい、あの、じゃあですね、あの、JOCS の、 あのメーリングリストありますよね。そこで 見るやり方を載せますので、あの、ちょっと1日2日かかるかもしれませんね。先生のところ、ここの、 あの教会のあれにアクセスしている方が見れるんですか？ですね、教会ではなくて、あの、一般のインターネットのサイトがありまして、そこで、あの、見てる人がいるんですね。どっちかというと若い人が多いですね。10代20代です、ね、じゃなくてですね、あの、ニュースともやります。で、 YouTube もやりますし、あとニコ生っていうのもやってます。もう100人ぐらい来てますね。ちょっと、あの、ちょっと待ってですね。はい、おはようございます。皆さん、おはようございます。今日はですね、特別放送でですね、切ってチョキチョキでいいんですか？切ってチョキチョキ JOCS の働きを紹介しようと思っています。それでは実際にですね、どういうふうに活動されているかをちょっと、画面でお見せしたいと思います。こういうふうにですね、教会の中で、数人の方々が、集まって、切手を切っておりますね。あ、皆さん静かになっちゃいましたまあ、普通に、あの、普通にリラックスで、じゃあなぜ切手を切ってるかということをですね、あの、名前出しちゃってもいいんですか？名前出してまずいとか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？じゃあ、あの、JOCS の森田さんにですね、少し説明していただきましょうね。少し話して喋ってください。カメラ今映ってますか？はい、こんにちは。JOCS 日本キリスト教海外医療協力会の活動を説明します。日本キリスト教海外医療協力会、ジャパンオーバーシーズクリスチャンメディカルコーポレートサービスという長い名前なんですけれども、それを英語の文字を略して JOCS と私たちは呼んでいます。なぜ切手を切っているのかということですけれども、私たちの活動は1960年の活動に活動をスタートしました。途上国ですね、海外のまだ保健医療が十分に行き届いてない地域に、日本からお医者さん、看護師、理学療法士、保健師などといった医療の技術を持っている人たちを派遣してきています。また海外で奨学金支援ですね、現地で自分の故郷に戻って病院で働きたいけれどもお金がなくって学校に行けないといった人たちに奨学金を支給して、現地で人材を育成しています。で、なぜ切手を切っているのかっていうところがここに結びつくんですけれども、私たちは会員さんからいただく会費やご寄付のほかに使用済み切手運動というのをやっています。使用済み切手を皆さんでこうやってチョキチョキしたものをコレクターさんが日本でたくさんまだいるんですけれども販売しまして、換金して、その資金を海外での保健医療の活動費に充てています。で、ここ町田の JOCS では98年からこのようにグループで切手を切って、JOCS の本部に届けてくれています。で、整理された切手が JOCS の本部に届くことで、あの、本部での手間が減っ
て、そのままコレクターさんに送ることができます。だいたいこれを 7.5 キロですねを一箱に詰めて、でコレクターさんに送ります。そうですね、昔10キロだったんですけれども、だんだん切手が集まらなくなってきたので、購入してくださる方にも理解いただいて 7.5 キロにと減らさせていただいてます。それを詰めて送ったものを送って換金して、海外での保健医療活動に役立っています。と毎週じゃない毎月第3土曜日ですね、このように切手を整理して、皆さんワイワイと、ちょっと今日は皆さん緊張して今静かですけれども、普段はもっとワイワイと世間話をしながら楽しく活動しています。ぜひ来てくださいとか言っちゃっていいんですか？ぜひ町田近辺の方、活動に加わっていただけたらと思います。はい、皆さん他に喋りたい方いらっしゃいますか？じゃあ一人一人インタビューと聞きましょうか。あ、いやいや、じゃあいい方、感想というか、やってる、はい、手を挙げてください。じゃあ、原さんからいく。はい、じゃあ、はい、こんにちは、原久子と申します。この、町田の JOCS を一緒に、皆さんと一緒に始めました。最初のうちは写真展もしたりしてましたけど、一番基本はやっぱり使用済み切手の整理です。でなおこれで会員になってくだされば一番ベストで、皆さんここのメンバー会員ですけれども、会員で会費で支えてくださってもベストです。はい、若い方が少ない、おばさんばっかりなので、どうぞ皆さんたくさん若い方がおいでくださることをお待ちしてます。チック JOCS は他にもたくさんありますので、また森田さんの方からも説明あると思いますけれども、町田近辺はこの町田だけです。よろしくお願いします。次は、こんにちは、成田と言います。この回最初から参加させていただいてます。少しずつ人数が増えまして、今8人から10人ぐらいの間で、毎週じゃないです、第3土曜日10時から12時までみんなで楽しく、その月の出来事とか世の中の話とかをしながら、みんなで楽しくチョキチョキしております。どうぞ皆さんふるってご参加ください。ありがとうございました。はい、他には他には、遠慮なく、あ、じゃあします。皆さんこんにちは。町田のこのチョキチョキグループの割に新しいメンバーになった梶原です。どのくらいでしょうか、もう4年ぐらいさせていただいてますでしょうか。玉川学園の地区にある玉川教会という教会員です。でそこでJOCS の海外でいろいろご奉仕くださっている方たちの報告会というのを玉川教会の牧師がとても関心を持ってくれている牧師ですので、3回か4回か玉川教会でその報告会をしていただいたときに、非常にそのお働きに対して私も感動し、そしてぜひ何かをさせていただきたいと思って入りました。その少し前に駅近くでありました写真展なども見せていただいておりましたので、ぜひ何かの形で仲間に入れていただきたいなと思って始めました。とっても楽しいグループです。平均年齢は先ほど原さんがおっしゃったようにぐっと高い、平均年齢のグループですけれども、若い方も中年の方ももちろん
あの私たちと同じぐらい、あのおばあちゃんたちもどうぞいらしてください。あの楽しいあのグループですので、しかもあの何かの形であのシエス様のあの働きに、本当にあの小さな小さなあの奉仕ができたらということで、みんな喜んで集まっております。どうぞあのまた機会がありましたら、あのそれぞれの地域にもあの会がありますのでいらしてください。どうもありがとうございました。どうも。他には地区、あのすいません、再び森田です。今地区 JOCS という言葉が出たんですけれども、の補足説明させていただきます。の JOCS の活動を支えたいというグループが日本全国で、会を持ってくださっています。ここ町田では切手を切ることが中心ですけれども、それぞれの地区によってイベントをしたり、また本当に市民に呼びかけて切手を切ったりといろいろな活動がありますが、今のところ北から仙台、次は足利ですね、町田、大阪、芦屋、京都、神戸、四国の高知ですね、この地区で活動を行っています。でもし皆さん、近いところがありましたら JOCS の本部ですね、これ後から先生連絡先とインターネットでそうですね、はい、の事務局に連絡をくださればご紹介することができますし、またその活動グループが近くになくっても使用済み切手運動っていうのはハサミ本当に1本から国際協力につながる活動ですので、あの JOCS の事務局に切手お送りくだされば本当に助かります。今切手が皆さんもご存知の通り、メール便の普及やあとはインターネットの普及で急速に減少しています。昔はあのすぐに何トン、20トンぐらいの切手が集まっていたんですけれども、年間ですね、今は年間11トンぐらいに減少しています。それでも本当にまだまだ需要は不思議とあるので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、他はですね、あの海外もね、海外であの、まあ、こうサポートしてて、まあ、どういう国で具体的にどういう、 こう活動で海外が援助されてるんでしょうか。そうですね、今まずワーカー派遣と私たちは呼んでるんですけれども、ワーカーというのはお医者さん、看護師、理学療法士など医療技術を持った人たちのことをワーカーと私たちは呼んでいます。で今現在活動している国はあのバングラデシュで3人ですね。お医者さんが少数民族のいるあのちょっと貧しい偏僻なところの病院に行ってマラリア対策などをしています。あとは理学療法士と看護師さんがそれぞれあのマイメーシンというバングラの地域 で、 ですね、障害者ですね、日本ではまあいろいろと手当があるんですけれども、全く障害者に対して福祉も手当もないようなところでリハビリ治療やトレーニングをしています。他にあとパキスタンですね、のテロなどでちょっと悪い印象がある国なんですけれども、実際は本当に人々は優しくて温厚な国だということを聞きます。そこで小児科のお医者さんがのなかなか病院に行けない人たちの多いところの病院であの新生児のケアをしています。で他にはまあ、ネパールでも活動していたんですけれども、ネパールではあのお医者さん今活動を終えて帰ってきて実際は、まあ、していません。とカンボジアもあの暴力を受けた女性たちをかくまう
シェルターっていうんですかね、そこで看護師さんが一人活動していました。まあ、あとはアフリカですね。タンザニアの地域で、タンザニアのタボラ大司教区という、本当に首都から飛行機で何時間か行ったような辺鄙なところなんですけれども、そこでお医者さんが妊産婦のケアや現地で本当にマラリアやエイズで亡くなっていく方がたくさんいるんですけれども、そういう人たちに対してケアをしています。またスタッフ、現地のスタッフの育成をしています。あとは先ほど申し上げた通り奨学金ですね、はもう活動がネパールは今実際、はい、ネパールまでまで2人看護師いたんですけれども、まあ、任期終了ということで帰ってきています。あとは奨学金支援ですね。インドネシア、ネパール、バングラデシュ、インド、カンボジア、あとはウガンダ、タンザニアというそれぞれの地域で、だいたい年間80名から90名ぐらいの準看護師から看護師になりたいとか、まあいい医師としての資格を取りたいといった人たちに対して奨学金を出して支援しています。でもう本当にそれぞれ国によって、まあ、3ヶ月の短期コースを受ける人もいれば7年間医学学校に通う人もいますけれども、 JOCS では専攻の時に自分の地域に、生まれた故郷に戻って働きたい、またそこに留まって働きたいという人を選んで支援するようにしています。ともう一つ、2010年から始まったプロジェクトなんですけれども、学校保健教育ということで、バングラデシュの小学校、中学校ですねに対して学校保健教育を導入しようということで、今現地で教員のトレーニングや健康診断の実施を始めています。となぜこのプロジェクトが大事かというと、やっぱり日本では保健の授業や体育の授業がありますけれども、バングラデシュではそういった授業がまだまだ浸透していません。で、子どもから親に伝えて、親から地域に伝わるようにということで、まず学校の保健教育の導入のために先生たちに対して今トレーニングを行っている状態です。で、先生たちがトレーニングを受けた後、それぞれ学校の教育の中で、どうして栄養を取ることが大事なのか、まあ、手を洗うことが大事なのかという、本当に日本では基礎的な、みんなが分かっているような知識なんですけれども、なかなかまだ浸透していない考えを教育の中で行って、また健康診断を実施して、小学生、中学生ですね、彼らも自分の発育状態とかを知ることによって、普段食べているものをなどを気にするようにちょっと心がけてもらおうという試みです。それが地域全体に広がっていくことを私たちの目標にしています。以上、主に3つの、だいたい海外では保健医療の活動をしています。で、あとは緊急災害支援ですね。いろいろ日本でも今年東日本大震災ということが大きな大惨事がありましたけれども、そこにお医者さんを派遣して、まあ、避難所などで活動したり、今では孤立化した被災者のお宅や、あとは仮設住宅をカウンセラーや看護師の派遣チームを作って訪問しています。で、ただお話を聞いたり、マッサージをしたり、本当に健康状態のカウンセリングを行ったりすることで、だいたい2ヶ月に1回ぐらい看護チームが釜石ですねを訪れています。あとは仙台で荒浜地区という被災がちょっと大きかった地域に、あと石巻ですね、そこの活動に携わっているエマオ日本キリスト教団の被災者支援センターというところに
人件費の支援をすることによってそこの活動に関わっています。海外では洪水被害ですね、バングラデシュやミャンマーのサイクロンとかで被害を受けた人、あるいは中国とかで地震を体験した人に対して、資金援助をすることによって緊急支援にも、あとインドネシアでも津波被害がありましたね、そういう時々支援も行っています。はい、以上が主な海外国内での活動になります。はい、はい、ありがとうございました。素晴らしい働きですね。はい、そうですね、はい、じゃあ、皆さんちょっと、はい、じゃあ皆さん手を、はいはい、皆さんじゃあどうぞ町田ジェオシーにおいでくださいね。待ってます。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、ありがとうございました。私のお医者さんの話ですごく胸が整理できました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、キリスト教の中にはですね、こういう働きもあるんだということですね。いろんな働きを知ることは、また世界のね、そういう医療状況を知ることはとてもいいことではないでしょうか。はい、それではちょっと早いですけど、これで終わりますので、また本当に、来てくださってありがとうございました。それじゃあまた夜7時から放送しますので、シャロンシャロンシャロン。